7月14日平泉水掛け神輿が行われ、平泉の街中に太鼓の音と威勢のいい掛け声が響き渡りました。この祭りは平成7年に東京にある富岡八幡宮の水掛け神輿を招いたのが始まりでした。でそれを見た町民がですね、ぜひ平泉でもやりたいということで、18年前に始まったのが水掛け神輿です。平泉は歴史の町で、見せるお祭りっていうのはいっぱいあるんですけれども、自分たちが参加するっていうのはね、なかなかないもんですから、そういった意味で唯一のお祭りだと思います。神輿は漢字財王院跡を出発し、毛通寺、平泉駅へと向かいます。かけられている水は清め水と呼び、神輿を清める意味があります。平泉駅を過ぎると中尊寺金色堂へ。急斜面の月見坂は最大の難所、担ぎ手の緊張感が高まります。神輿を高く上げる差しといわれる動きは、差し上げるから来ており、神様に対する挨拶の意味があります。神輿はこの後文化遺産センターを通り、漢字財王院跡に戻ります。およそ5時間にわたる水掛け神輿はここで幕を閉じます。今回は山王大鼓さんが行列の中に入りましてですね、太鼓の響きの中でおみこしを担ぎましたのでね、今までとは雰囲気が違うお祭りになったと思います。今年は担ぎ手およそ300人が参加。水をかける人、かけられる人、見る人が笑顔になれるお祭りでした。